STU48 のすだちでキュン。はい、今回はすだキュン2回目のロケです。ロケです。そしてアナウンシの新たな町です。はい、見てわかる通り今日はすだち農家さんにやってきました。楽しかったね。うん、いや今日初めてすだち農家さんに伺わせていただいたんですけど、このなんていうの、売ってるすだちじゃなくてこういうまだ育ってる状態の農家さんに来るの初めてだったから、すっごい新鮮でした。すだちの生まれてるところを見てる気分。うん、そしてね、今日はのむっちにいろいろと教えてもらいました。はい、ありがとうございました。こそありがとうございました。もうすだちも収穫していただいて、はい、よかったと思います。いやね、これでねたくさんの人がすだちを食べてもらえると嬉しいですね。そうですね、はい。絶対そして、そうなんですよ、私ラジオが回ってない時にこれを見つけてしまって、うん、これもすだちです。そうなんです。すだちなんだ。そう、これはなんでこうなったんでしたっけ。これは秋に実がついたやつの取り忘れで、うん、こんだけ大きくなりました。でもこうやってそういうすだちがこんなに大きくなるなんて想像もしていなかったので、うん、やっぱりこうハウスのね、うん、農家さんのところに来させてもらったからこそ見れた、うん、景色でした。すだちもこんなに大きくなるんですね。はい、掘っておいたらこれぐらいになります。よし、これ持って帰ってもいいですか。どうぞ。どんなすだちの味がするのかとか、すだちの味がするのかとか気になるので、はい、いただきます。僕も食べてもらう。はい、もらいました。はい、じゃあのポーズで最後締めましょうか。はい、最後に、はい、あ、せっかくすだち持たせてもらおう。そう、ちょうど3つある、1個ずつ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ、はい、最後にすだちで、はい、すだちか、はい、すだちすだちで、はい、キュンキュンできますか。はい、いきます、せーの、すだちでキュン。